問題です。はい。テヘランに都を置いたイランのトルコ系イスラム王朝をな何というか。カージャール朝。はい、カージャール朝。イギリス、ロシアのイラン進出史の王朝で、はいはい、後にファフレビー朝により滅亡しました。なるほど。では次。はい、19世紀以降イギリス、ロシアの侵略に苦しめられたイランの王朝。カージャール朝。はい、カージャール朝。1828年、カージャール朝がロシアと締結した条約。<laughs> トルコマンチャーイ条約。うるせぇ <laughs>。トルコマンチャーイ条約で、これはアルメニアを割譲。なるほど。アルメニアね。そんなテンション上がるのこれ。<laughs> 次。19世紀前半、イランに起こったイスラム教シーア派系の、神秘主義的新宗派。神秘主義的新宗派とかいうさ、なんか地雷種半端じゃねえよな。<laughs> バーブ教。<laughs> はい、バーブ教。バーブ教だぞ、お前だって。で、そのバーブ教を創始したのは誰 この辺さ、ミドハト憲法みたいな感じでさ、<laughs> 自分の名前つけるの流行るじゃん。ーバーブだろ。ちげぇんだよ。ちげぇのかバ。バーブ教、バーブが作ってたらマジ神秘的宗教すぎんだよな、これ確かに。<laughs> バーブ教を創始したのは、サイド・アリー・ムハンマード。バーブではないんだよ、うん、バーブではないね。じゃあ次。1848年、封建的体制と外国勢力への屈辱に反対した、 イラン仮想民衆の反乱もうね嫌になっちゃったんでしょ <laughs> 神秘主義的新州派のバーブ教徒の人たちはそう嫌になっちゃっただからバーブ教徒の乱そうそう19世紀末イランはイギリスロシアの双方から侵略され苦しんだ1891年に起こった民主主義運動はこの国の近代化の上で注目されるとこの運動はとタバコボイコット運動はい、タバコボイコット運動、うん、ではカージュアル長期のイランでは 1891年宗教指導者これウラマーですねうんを中心に何々運動が起き1905年には何々革命が起きたとウラマーを中心にタバコボイコット運動が起きて、はい、1905年にイラン立憲革命がはい起きましたと次イギリスロシアの侵略とこれに従属する政府に対して行った立憲運動イラン立憲革命はいイラン立憲革命、うん、イラン立憲革命が起こったのは何年か 1905年から1911年。はい。これ日大戦争の影響です、ね。なるほど。だから1904年から1905年のあれですね。はい。日大戦争の影響。はい、で、カージャル朝廃止、翌年皇帝となったのは誰レザー・ハーン。はい。レザー・ハーン。またのレザー・シャー・パフレビー。次の問題で、うん、レザー・ハーンが創始した王朝。パフレビー朝。ってわけですよ。次の問題。イギリスがロシアの南下に対抗して行った3回にわたるアフガニスタイの侵略戦争。 アフガン戦争はいではイギリスは第二次アフガニスタン戦争の勝利によってアフガニスタンをどうしたかアフガニスタンの保護国か第何次アフガン戦争でイギリスがアフガニスタンの独立を認めたかと第3次はい第3次でイギリスが独立を認めましたアフガニスタンのとはいほい